日本での選挙権がなく今まで投票できなかった在日韓国人に道が開かれました。今回の韓国の総選挙から投票できるようになりました。喜びに顔をほころばせるのは在日一世のイ・ハンネさん87歳。この日初めて自らの手で一票を投じた。待ちに待ったその選挙に参加できたということで大変嬉しいです。イさんのように戦後日本に定住した在日韓国人の多くはこれまで参政権がなく、今回初めて投票権を手にした。一方若者の中には戸惑いも見える。緊張しました。初めての選挙だったんで漠然としすぎててちょっとあんまり考えっていうのはないんですけど、とりあえず行ってみて。生まれも育ちも日本、韓国の選挙の結びつきを実感できない人も多く、投票への登録率は 4% と低迷している。こうした中、投票権のことをもっと知ってもらおうとインターネット上で若者を中心に呼びかけを行っているグループがある。投票率を高めです。投票に行くこと自体が私は力を持つことだと思っています。運営する在日3世、4世たちは自らのルーツを見つめ直し始めている。私日本生まれで今まで選挙は投票したことがないので、これは行使した方がいいと思って、韓国にしては日本にしていい形になってもらいたいので。今まで日本社会で生きてくるにおいて無権利だったわけですよね。国のリーダーを直接選べるというアイデンティティのようなものが少しずつ変容してくるのではないか。87歳で大変嬉しい感無量です。